Hi everyone and welcome to the channel. Hi all, today we're returning back to Honkai Impacted. This time we'll be revisiting the missions. Chapter 12, Plane of Vidrit. This is Act 1, Undercurrent.来てくれたかい？嬉しいよ。遅刻よ、ハイヘビ。説明をしてくれるかしら？許してくれ、係屋。ちょっとした仕様があったんだ。ヘビからの命令だよ。そう、いいわ。で、何をすればいいの？我々のために、開演の目を起動してくれ。君が開演場の権限を手にすることができるのは把握している。開演の目？それを使って何をする気かしら？漁師の海の扉を開き、我が同胞を助け出す。部隊を開演場に駐屯させることはできるけど、開演の目を起動させることはできないわ。名手と彼が最も信頼を置いている人物を除いて、誰もあの扉を起動させる方法は知らないのよ。1年前、アインシュタインたちが秘密裏に開演の目で実験を始めたと聞いたが、その実験の裏に何があったのか、それを調べれば君ならできるはずだ。わかったわ。でも、アインシュタインは私のことを警戒しているわ。いざという時には合わせてちょうだい。喜んで協力しよう。それと、君に貸してほしいものがある。何かしら？デザイアジェムだ。デザイアジェムはそんな安いものじゃないわよ。もちろん、ただでとは言っていない。すべてが終わった後、約束の報酬を君に渡す。君の大事な娘、ゼーレフェレライよ。彼女は消えていない。ただ X-10 実験で人類がたどり着くことのない次元に触れただけだ。我々に手を貸せば、我々も君に手を貸す。ベルトが作った障壁がゆっくりと消え、ブローニャは漁師の海へと入りました。ヘビよりも先にゼーレとデザイアジェムを見つけなければなりません。ブローニャ。誰ですか？
よくやった。断りの律者のコアが君を受け入れたようだ。ベルトさん、よかった、無事だったのですね。無事とは言えないな。この姿を維持するのがやっとの状態だ。君と話せたのも君がコアと一つになったからだよ。きっとアインシュタイン博士が助けてくれます。だからもう少しの辛抱です。漁師の海の状況は芳しくない。障壁が弱まっていくのを感じる。デザイアジェムだ。その力が障壁を圧迫しているんだろう。ヘビもきっとその力を欲しがっている。もしデザイアジェムがそいつの手に落ちれば、もう俺たちにそいつを止める術はない。急いで行動しなければ取り返しがつかなくなる。ヘビは未だ暗闇に隠れています。まだデザイアジェムを手にしていないということです。行くんだブローニャ。俺の力は世界の泡に散らばっている。それらを回収してコアをより強くするんだ。これはリスクの極めて高い賭けになる。だが他に選択肢はない。ヘビもデザイアジェムを欲しがっています。この先の争奪でブローニャはヘビに囚われたゼーレに再会できるはずです。この無数にある世界の泡の中でブローニャは必ずゼーレを助け出してみせます。デム報告、敵脅威小。ブローニャ行動中。次の行動座標を送ってください。ゼーレ、ブローニャは来ました。システム警告。ゼーレ、ブローニャは必ずゼーレを助けます。ここは保留したいです。ここは話せるか。あなたは？わらわはさくらじゃ。何時の名は思い出せるか。私はゼーレです。ゼーレじゃない。何時に危害を加えるつもりはない。じゃが一つだけ聞かせてほしい。この写真の女の子を見かけなかったか。見てない。
見かけていないのか。おかしいの、あの子もここにいたはずじゃが。よく思い出してみてほしい。最近ここに来た者、もしくはここから連れ出された者がいないか。頼む、あの子を見つけ出さねばならぬのじゃ。ゼーレは何も知らないです。ここはどこですか？ゼーレはどうして。怖がらなくてよい。何時は何も悪くない。ここの者たちは何時に何をしたのじゃ。一体どれだけ罪のない子供が囚われていたというのじゃ。すまぬゼーレ、先ほどはわらわが悪かった。一緒に行こう。わらわが何時をここから出す。ここは一体。建物の構造、そして部屋の並び、見覚えがある気がする。ここは監獄？うん、基地。やっと目を覚ましたのね。何があったの？どうして私たちはここに？知らないふりはやめて。誰かさんのせいでコアを手に入れられなかったんじゃない？ブロニャお姉ちゃんを傷つけることはゼーレが許さない。はいはい、あなたの好きにしなさい。でもこれからどうするの？蛇の協力がなければ私たちは漁師の海から出られないわよ。少しおかしいと思うの。何が？あの人と出会うまでずっと何もない空間を漂っていたのに、ここはあそこと違う。ここはブローニャお姉ちゃんと一緒にいた世界と似ている。世界の泡に似ているの。そうね、私たちは漁師の海に消えていない。世界の泡に入ったんだわ。それならきっとここから出る方法があるはずよ。お姉様がしたようにね。ブローニャお姉ちゃんはきっとゼーレを探してる。待つだけじゃない、ゼーレもお姉ちゃんの元へ行かないと。とりあえずここがどういう世界なのかはっきりさせなきゃ。この世界の景色、懐かしい。艦長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？桜、お姉ちゃん？し。もう少しじゃ、今はまだ出てはいけない。警備の機構の動きを探ってる。桜お姉ちゃんはこの基地の人じゃない。ここには侵入したのかな。私たちこれからどこに？見張りをかわしてエレベーターに乗り、データ室を目指す。調べたいことがあるのじゃ。機構が離れた、急げ。気づかれぬようついてくるのじゃ。はい、気をつけます。ゼーレ、準備完了。欲しいのみんなは元気かな。ゼーレ、了解しました。艦長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？ゼーレ、了解しました。ゼーレ、目的地に向かっています。
く気ですか？気づかれてはないようじゃな。このまま上に行くぞ。はい、さくらお姉ちゃん。あら、もうそんなに仲良くなったの？そんなに彼女を信頼しているの？あの耳を見て、本当に人間かしら。この世界の泡の歴史が分かれば、その答えも分かるよ。だからデータ室に行く。きっとこの世界に関する情報があるから。データ室はこの階にある。ゼーレは少しここでわらわを待っておれ。データ室へと続く道には見張りの機構がおる。今回はやり過ごすことができぬのじゃ。どうすればいいですか？方法はある。顔を伏せ、声を出さずに待つのじゃ。さくらじゃ、ID 番号は CM004。 火を追うか？逃げた実験体を捕まえたのじゃ。なかなか口を割らなくての。データ室に行ってどの階から逃げ出したか調べてこいとメイ博士に言われたのじゃ。やはりダメか。強行突破じゃ。ゼーレ、後ろへ。ゼーレも一緒に戦います。この世界の景色、目標が現れました。艦長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？すまぬ、少し驚いただけじゃ。心配するな。何時は良い力を持っておる。何時は悪いことなど何一つしていない。ここに閉じ込められる言われもないのじゃ。成功に気づいた時、彼女相当驚いてた。面白いわね。
これ以上お姉ちゃんを傷つけさせない。ゼーレ、目的地に向かっています。ツイタさん、今各エリアの人の移動記録を調べておる。少し時間がかかるようじゃ。ここでしばし待とう。懐かしい。こんなにデータがあるんだね。すごい。ところで、この装置の使い方は知っているの？本を読むのと同じ感じかな。トラブルが起きなければいいけど。ゼーレ、頑張ってみるよ。いけた。これが記録データだね。第11律者による災害は予想をはるかに超えていた。火を追う側、今回の災害で最も損害を受けた組織だと言える。たくさんの融合戦士を失った今、現存メンバーだけでは部隊の維持はできなくなっている。戦略面を考慮し、新生戦力が今の穴を埋められるようになるまで、彼らはしばらく様々な武装小隊へと派遣される。融合戦士と一般人が一緒にいることによるトラブルが起きないことを願うばかりだ。人類の存亡を脅かす外敵が目の前にいるのに、人類最大の対崩壊組織は内部の軋轢を処理しなければならないとは皮肉なものだ。反対の声もなくはないが、幸い大多数の人がこの提案を受け入れてくれた。新人たちも成長しており、もうすぐ戦力に加われるだろう。新生融合戦士部隊は火を追う側の中堅的な力になると信じている。また火を追う側。あのロボットもこの名前を言ってたよね。サクラのことを火を追う側の戦士と言ったんだから、彼女もおそらく同じ組織に属してるはずよ。なら、彼女はどうしてここに侵入したのかしら。この世界の崩壊は現実世界のものよりひどいみたいだね。桜お姉ちゃんには何か深い事情があるんだよ。探してる女の子と関係があるのかも。直接聞いてみよう。ここの景色はブローニャお姉ちゃんの。ゼーレ、どうした？
ううん、ただ桜お姉ちゃんはここのことよく知ってるなって思って。心配しているのか。案ずるな。わらわは確かに火を追う側の一員であったが、今の奴らはわらわの敵じゃ。だから何時に危害は加えぬ。何時を捕らえるような真似もしない。お姉ちゃんが探してる写真の女の子はお姉ちゃんの家族ですか？この子はわらわの妹で唯一の家族じゃ。ナワリン、何時と同じでこの基地に閉じ込められていた。火を追う蛾に囚われたが、あの子は無実なのじゃ。だから官房の中を探していたんですね。この子は本来あの部屋にいたはずなんじゃ。だがわらわが行った時には何時しかいなかった。そういえばまだ何時のことを詳しく聞いてなかったの。ここは互いの理解を深めることにしよう。先ほど官房の中で気を失っていた何時はとある名前を口にしていたのじゃが、ブローニャとは誰のことじゃ？ブローニャお姉ちゃんはゼーレの家族で一番大切な人です。桜お姉ちゃんと同じで優しくてすごい人。ゼーレのために困難に立ち向かってくれて、いつもゼーレの心配をしてくれます。ブローニャお姉ちゃんがいると嫌なことも消し飛んじゃうんです。彼女は今どこにおるんじゃ？離れ離れになっちゃって、ブローニャお姉ちゃんは外にいます。お姉ちゃんはきっと今もゼーレを心配してます。だからゼーレもただ待つだけじゃなく、ここを出てお姉ちゃんのところへ戻りたいんです。ずっとブローニャお姉ちゃんがゼーレを守ってきてくれました。ゼーレはもうお姉ちゃんに迷惑をかけたくないから。いや、何時を迷惑など彼女は思わないじゃろ。ゼーレ、わらわは何時をここから出す。火を追う側、何時やリンのような無実の子をたくさん捕らえてきた。何時らは本来自由であるべきなんじゃ。外は危険じゃ。ここを出た後わらわと一緒に来るとよい。身の回りが落ち着いた後一緒に姉上を探そう。そうじゃ、ゼーレは桜を見たことはあるか？桜、ゼーレは本でしか見たことありません。わらわの家の近くに広場があっての、そこに桜の木があるのじゃ。春になると桜が咲き、ひらひらと舞う花びらで満たされるのじゃ。この災害だらけの世界であんなにも心が温まる景色はそう見ることができない。リンは桜が大好きじゃったから、きっとゼーレも気に入ってくれると思うぞ。だから一緒にここを出よう。よいか？うん。結果が出たぞ。リンは地下33階にいるようじゃ。そこに向かおうぞ。桜お姉ちゃんはリンとしてて一見冷たく見えるけど優しいね。本当にブローニャお姉ちゃんみたい。この世界の景色懐かしい。ここの景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。外の世界は危険でいっぱいです。ゼーレ気をつけます。ゼーレ、
少し待て。まずい、厄介な奴が現れたぞ。さくら、やめるんだ。失われたデザイアジムを探すため、ハイペリオン一行は転送装置開演の目を使い、漁師の海へと入ろうとした。しかし作戦決行前夜、アインシュタインが何者かに襲われ行方不明となってしまう。デザイアジムを取り戻すため、ブローニャは転送門が閉じる直前、単身で漁師の海へと飛び込む。彼女と共に戦っていたテレサたちは混乱の収まらない開演場に残され、今なお戦い続けていた。私が守るわ。リリア、ロザリアの後ろを守って。油断しないで。正体不明の適正反応は消えたけど、崩壊獣の攻撃はまだ終わってないわ。テレサちゃん、ブローニャが、ブローニャのやつが漁師の海に入っちゃったよ。何をする気なの。扉が閉まったらもう戻ってこれないなんてことないわよね。落ち着きなさい、ロザリア。ブローニャは勢いで行動するタイプじゃないわ。きっと彼女なりの理由があるのよ。開演の目が閉じた今、できることはいち早く戦場を制圧して彼女に連絡を取ることよ。ロザリア、テレサちゃんの言う通りだよ。私もブローニャ姉さんが心配だけど、まずは目の前の敵に集中しないと。そうよね。お母様に心配かけちゃいけないもの。戦いに集中するわ。行くわよ、リリア。お母様とテレサちゃんは私たちで守るのよ。私のことはいいわよ。子供たちがやっと落ち着いたわ。残りの崩壊獣との戦闘も問題なさそうね。ブローニャ、どうか無事でいて。ふん、即戦即決よ。
飛び込んだんだ。勇敢だな。ハイヘビ、どうして勝手に開演の目を起動した？開演の目を起動する。それが私たちの取引だろう。ベストなタイミングを選んだだけだ。でもあの子、ブローニャを巻き込んだ。あの子はこの件と関係ないはずよ。彼女は君に巻き込まれたんだ。君の粗末な仕事ぶりのせいでアインシュタインに感づかれた。それがなければ彼女も漁師の海に入ることはなかっただろう。ブローニャが無事に帰って来られなかったら取引はここまでよ。取引の途中で条件を追加するとはビジネス精神に反するのではないか。残念だが彼女にゼーレフェライのような素質はないんだ。漁師の海は出たいと思うだけで出られるような場所じゃない。ネゲントロピーの名手が彼女に手を貸すことを祈るしかない。冗談だと思ってるわけ？何をしている？もう一度言うわ。ブローニャが無事に帰ってこれるよう取り計らいなさい。カカリア、私たちは互いの本質を理解しているはずだ。私たちは目的のために全てを犠牲にし、全てを利用できる人間ではないか。だから君のアドリブには感心したんだよ。娘と対立する立場となり、君に逆らう彼女が自らアインシュタインの代わりに漁師の海に入るよう仕向けた。あの時君が我々の求めている人材だと確信したんだ。私の見立てが間違っていたと言わせないでくれよ。嘘つき。ブローニャは信じていました。ハイヘビ、あなたは間違ってるわ。私たちは違う。制約。地獄に落ちるがいいわ。地獄？今地獄へと向かっているが誰だろう。どうかな。残念だ。まさか君が愚かな動物的本能に負けるとは。違うと？どの口がそれを言うのか。何ですって？忠誠、何があったの？あれは、お母様！ハイヘビ？どうして奴がここに？テレサさん。この前はハイペリオンで世話になったね。私のことをまだ覚えているかい？一応取引はまだ終わっていないが。同じ人が二人。あ、まさかこいつも双子？ロザリア、リリア、逃げなさい！お母様、大丈夫よね？すぐ助けるから。カカリア、君が生かされている理由を知っているかい？君は、自分の選択に死より恐ろしい代価を支払うことになるからだ。私がそう保証するよ。ヨルムンガンドは、裏切りを許さない。
奴ら何するつもり？試させてもらうよ。果たしてどこまでやれるのかをな。任務が出現。全員警戒状態。目標はこっちで。ありえないわ。体は紛れもなく崩壊獣なのに人間の理性を保っている。動きは人間のように機敏だし、こんなの見たことがない。違和感が。知性があっても力はただの帝王級崩壊獣。そこまで強いわけでもない。ハイヘビが自ら戦う理由は何なの？まだ何かを隠しているのかもしれない。子供たちを先に逃がさないと。ロザリア、リリア、こいつらは私に任せて。あなたたちはカカリアを連れて安全な場所まで引きなさい。ロザリア、早く行こう。いや、私はここに残るわ。こいつがお母様に奇襲を仕掛けて大怪我を負わせたのよ。テレサの言う通りだ。逃げた方がいい、ロザリア。同類として君に危害を加えたくない。誰があんたみたいな気持ち悪いやつと同類なのよ。ナンパならもう少しマシなセリフにしなさい。何を言っている。君とリリアを死の淵から救った手術と私の体を崩壊獣に変えた技術は同じものだというの。そんな君たちや他のモルモットのおかげで崩壊獣因子と人体が融合する最適な濃度を見つけることができた。もちろん君たちの愚かな母親は最後まで自分が施しを受けたと思い込んでいたが。そんな風にお母様を悪く言うのは許さない。落ち着きなさい、ロザリア。彼はわざとあなたを刺激しようとしているわ。
ザリア、危ない！間違えてしまったか。まあいい、少し順番が違うだけだ。ではいただくぞ。準備はできたか。地獄が今始まったばかりだ。ロザリア、逃げて。慎重な行動は決して悪くない。安全な場所に隠れるのも賢明な判断だと褒めてやろう。しかしアインシュタイン、一つ過ちを犯したな。この世の中、安全な場所などあるわけがないだろう。どうやら僕はまだ開演場にいるようだ。襲撃者が僕を殺さなかったのは僕に利用価値がまだあるからか。やっと目が覚めたなのです。誰かそこにいるのか。あなたに今の自分の顔を見せてあげたいなのです。シュレディンガ、どうして君がここにいる。君はもうエネルギーバランスが崩れ、実体が消え、もう一つの次元に消えてしまったと、そう言いたいなのです。そうなのです。あの一件で物理的な実体は存在の安定性を失い、量子化した個体になってしまったなのです。この数十年間、私はずっと扉の向こう側にいたなのです。君のことを探そうとしたが、君に関する痕跡が何も残っていなかったんだ。私は他の場所でこの世界の人に遭遇しましたが、どうやらあなたたちと彼女たちはお互いのことをよく知らないようなのです。簡単に言うと、私は漁師の海の底、何もない虚無の地へと落ちたなのです。ここから出る方法は幾度も考えましたが、あの世界に戻る目印を完全に見失ってしまったなのです。あなたたちがあの装置を起動するまでは。それは開演の目のことかい。何をしたかはわからないなのです。ここにいる人の中で私はあなたのことしか知らないなのです。でもここのエネルギーは想像を超えるほど高いなのです。別の世界の泡にいてもその異常さを感じるほどなのです。それらのエネルギーは同じところから来ていて、近づくことすら叶わないなのです。デザイアジェムだ。誰かがそれに接触したんだ。漁師の海に一体何があったのか、君が知ってることを全部教えてくれ。歩きながら話すなのです。
この話は長くなるなのです。 If you want to see more videos, kindly give a like, share and subscribe.